皆さんこんにちは。今日は BIC という韓国のインディーイベントに来ております。でここで Q ゲームズのディラン・カスバードさんとバイオンさんにちょっとお話を伺いたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ディランさん、Q ゲームズとしては今回初めての参加ということですか？そうですね、昔は別の人が来ましたけど僕は初めて来ました。なるほど。じゃあこの会場とか見てみてどうですか、感想は？会場自体がすごいですね、このビルとかね。あと、まあ、結構にぎやかな感じでいろんなゲームが展示されてるからかなり楽しいですね。なるほど。僕もこ あのでかいこの建築には最初来た時すごい驚きましたが、バイオンさんは今回は、初めてですか？あ、初めてです。プサンも初めてです。プサンも初めて、はい、どうですかプサンとかの雰囲気は？いや面白いです。またちょっとソウルと違って、はい、でゲームショーも割とこうリラックスした雰囲気 でみんなゲーム結構楽しんでるんでいい感じだなと思います。なるほど、はい。まあ、出てるインディーゲームも今回は、韓国とか東アジアのもの中心ですけど他 あのブースとかもちょっと見れました？ちょっと昨日時間があってまたやっぱり、スペインの人とか、うん、ヨーロッパの人とかも出してて結構見たことない面白いゲームあったんで、なるほど、はい、今日もまた見ようかなと思ってるんですけど、はい。じゃあディランさんは他に何か他のブースで気になったものありますか？なんか一つちょっと名前忘れたけどなんか変ななんか男性のコンピューターの中から男性ね、そうスペインのやつね、でなんか会話するんでその男性がいろいろなんか生活しながら自分がコンピューターからコンピューターの中から彼のチャットで会話するみたいな感じで、なるほど、なるほど。なんか信頼感のなんか高めに、まあ、高めながらなんかいろんな問題を解けるみたいなゲームだったけどそれ結構面白かった。まあなんかいかにもインディーらしい結構変わったゲームって感じですね、うん、そうですね。ちょっとまあ昔っぽいかな、でもちょっとモダンでもある、結構面白かった、うん、なるほど。韓国の人には Q ゲームズさんって名前知られてるんですか？いや知られてないと思いますね。ピクセルジャンクシューターは、完全に韓国に韓国語にローカライズしたんですけれどもまああんまり売れてなかったしね。そうですか。まあまだまだそのコンソールがねそれほど人気がある国ではないんで、そう、ね、まあ、これからっていう話なんですね。そうですね。プレイステーション3だったからね。うん、そうそうそう、あ、プレイステーション3か。それは当然それなりに売れないかもしれない。ほとんどなかったと思いますね。なるほど。それでもたまたま今日なんですけどスーパーファミコンミニの発売日なんですが、あ、はいはい、あの時はデュランさんはスターフォックス2の、プログラムとして参加した作品が今回初めて世に出るっていうことなんですけど、そうですね。あと元のスターフォックスも入ってるし、結構僕が関わった作品2つか入ってて結構嬉しいですね。その辺で、うん、Q ゲームスは知らないんだけどディランさん知ってるっていうクリエイターの方とかはいませんでした？今回それは分かんないね。それはあんまり見てないです、ね、僕昨日夜お酒飲んでたら、はい、あれを作った人いるのって言ってましたよ。あ、結構みんな話題にしてましたんで、まあ、結構昔だからなんかみんなもう忘れてるかなと思ってて。いやいやいや。まあそういうレトロなゲームの話も結構話題になってて、去年は向こうの方にレトロ PC の PC じゃなくてレトロの、コンソールのゲームの中古市ってやってたんですよ。あ、それとかバイオさんなんか趣味の領域なんじゃないですかね。あ、そうですね。結構レトロゲームはコレクターなんで、もちろんスーパーファミコンミニは買いたいんですけど、ちょっと今ここにいるんで予約ができなかったっていう。ちょっとどうしようかなと。瞬殺されたらしい、まあ、そうなんですね。スターフォックス2はやっぱり一番やりたいし、逆に他のタイトルはもうすでに持ってるんで、まあでも実は甥っ子とかとプレイしたりとか結構持っていきやすいから、 あとパッてつけれるんでなんかいいですね。すぐなんか昔に戻れる感じが結構好きですね、あれ。はい、なるほど。まあ、あとはそういうこういうイベントは結構いろいろ行ってらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、それぞれでそのゲームの雰囲気とか、まあ、カルチャーの雰囲気とか違うと思うんですけど、まあ、さっきと繰り返したんですけど韓国とか、まあ、ソウルとかプサンってどういう感じですか他の国と比べると。まあ今回展示してる、まあ、エデン・オブ・スキュラもあるんですけど、街全体が結構キラキラしてるものがすごく多くて、虹色で光ってるとかこの建物もそうですけど、そうですね、あとルーフの部分が光ってたりとか、なんか
で割とブースの感想を聞いてても割とこう女の子が綺麗とか可愛いみたいな感じも結構感想もあったみたいで、うん、まあ、ちょっとこう光ってるものが好きなんかもなっていう印象ですね。まあ、特に建築はかなりメタリックなもの多いですね。そうですね、ピカピカしてますね。なるほどなるほど。その辺は後でエデンオフィスギャラリーでちょっとじっくりお話ししていただきたいと思うんですけど、はいはい、まあ、逆に言うと、まあ、環境が違うとなんか違った雰囲気のゲームができるっていうコンセプトですね。うん、うん、そうですね、そうですね、はい、じゃあ旅行にはぴったしって感じで。そうですね、いろんなとこ持ってていろいろ試してほしいですね。じゃあこういうイベントごとするときもバイオさん自身は自分のゲームでいろんなとこやってる。そうですね、なんか場所の風景っていうよりはその瞬間瞬間のモーメントなんで、ビジュアルだけっていうよりはなんか体験としてっていう感じであるんですけど、はい、に今日は実は台風で嵐になるっていう噂もあったんですけど、はい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 、台風は台風でその時に何かやればすごくすごい斬新な、ね、なんかできたらいいですね斬新な画像が撮れるかもしれないです、はいはいということで、Q ゲームズのお二人に来ていただきました、はい、じゃあありがとうございます。お願いします。もともとビジュアルをその、まあ、スマホ用にエデンをどういう風にするっていう時にもともと僕はそう透けてるものとかすごく好きだったんで、はい、まあ、そういう、まあ、クラブのカルチャーでいうとディスコボールとかミラーボールとかもそうだし、はい、まあ、スパンコールとか透ける光るがすごく好きだったから、まあ、デバイスの向こう側が見えたらどうなるのかなっていうところがあって、なるほど、まあ、そこからの着想として、あとは、まあ、もちろんモバイルなんでいろんな場所に行くから、はい、まあ、プレイしてる時にどういう風にこう違う風に見せれるにはどうしたらいいのかなという。でこれ実際のゲーム画面でこう一番最初のステージなんですけど、これも背景がこれ一番分かりやすく向こう側がこう見えてる、そうですね、はい、なるほど。ゲームはもう基本的にはそのフリックとかスライドとかだそうですか。そうですそうです、もうスマホ用にかなりアジャストされてて、結構音楽もゲームに合わせて、ね、そうですね、ちょっと感じがまたオリジナルと少し違うかなと。でトレイルが細かいんですけど、そこ虹色っぽくなってるのはこうクリスタルとかのイメージでやってますね。これは基本的にステージは前と一緒で集めていく感じなんですよね、はい、そうですね、うん、ただ前と違ってこうちょっとポレンとかシードとかによってこう集めたものによってまたアンロックするものがいろいろあったりとか、なるほど、別のアイテムをまたそれでもらえたりとか、割とそのなんていうんですかね、絶対クリアしないとダメっていうよりは繰り返しやる中で物をいろいろ集めたりするっていう、まあ、スマホ的要素も結構あるっていう、まあ、その部分も結構スマホそうですね、ライクな、はい、完全にそれはやってますね。これ今ちょっとずつちょっとずつ色がこういう風に変わっていってるんですけど、まあこのステージによって結構そのテーマみたいなのがやっぱり設定されてるんですか、はい、そうですね、もう割と最初はやっぱり感覚から始めるんですけど、ちょっとずつなんか自分の中で、あ、これはこういう風なものを見せたいとか、こういう感じに、なんだろう、まあ、元の始まりはやっぱり自分のすごくパーソナルな、こういう世界の見え方をしてるんですよね、多分僕は。それをどういう風に人に共有できて、なおかつそれを普通に単純に綺麗って言ってもらえるのかっていうところが、やっぱりチャレンジかなと。変化してますね。そうです、そうです。赤系に、赤青系に。もう今いろんなステージいっぱい作ってる感じだ。そうですね、まだまだ実験量産してますね。もうアイディアは基本的にはバイオさんの思いつきでいっぱい、はい、今回可愛らしいですね。なんかでこれは、さっきみたいに、まあ、どんどんちょっとずつこう実際のカメラのインプットが見えない感じで、これはここのこのプラントの中は 今は見えてるんですけど、この状態で終わらせるかちょっとまだ置いといて、はいはい、ここはこういう風に見えてるんですね。はいはい、つけてますね。そうですね、でさっきと同じようにこの机に置くと見えない、まあ、で光が入ってくるとシャボン玉みたいにこう、あ、浮かび上がるみたいな。でプレイしてると自然にこういう風に手を動かすんで、まあ、綺麗に見えるんですね。まあ、これはコントローラーでもあり画面であるっていう、まあ、スマホのある意味メリットですね。そうですね、もう完全に自然とカメラの画像は変わっていく、絶対に変わるんで、手が完全に固定されてプレイするってことは、まあ、まずないので。なるほど。で、今までが、こっち側のカメラだったんですけど、はい、次ちょっとフロントのセルフィー、はい、セルフィーステージって呼んでるんですけど、セルフィーステージ、はい、おお、バイオさんが映ってますか、はい、僕が今前さんもちょっと映ってるかな、はいはいはい、見えるかな。はい、これかなりサイケな感じですね、はい、もうちょっとクラブに行ってる感じですね、うん、で VGA が加工してる。で実際ここちょっと僕の顔もこっちが見えてる、見えますね、はい。で、まあ、フロントカメラを使っているということと、もう一つ、まあ、やってる中で思いついたことが、ユーザーのインタラクションで、はい、
ゲームをプレイしている中で自然にそれが絵を描いたりするようなとか、うん、変化が起きたらどうなるんだろうっていうのがアイデアだったんですね。でここに関してはまあシルクでスピンするんですけど、これがマーブリングみたいにこうぐにゃ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 来ましたね。色が混ざっていく。混ざってた混ざってた。これまあキャラクターの動きに合わせて、そうですそうです、あの混ぜられてるから。で時間が経つと戻る。戻った。ヒュッと戻りましたね。こういうそのキャラクターによってその画像がまだ変化するっていうのは他のステージも予定してる。はい、今もう絶賛ちょっとやってるところなんですけど、これすごいいい感じの雰囲気になりますね。そうなんですよ。でなんかあのやっぱりせっかくなんでゲームプレイが、ビジュアルがゲームプレイに影響しすぎると、うん、まあ、ビジュアルの自由がどんどんなくなっていくんで、じゃあ逆にゲームプレイやってる自然な中でビジュアルが変化するだったら問題ないだろうなっていうところがあって、まあこれだとね、別になんかなこのために何かしなきゃいけないわけじゃない。そうですそうですそうです、別に自分がやりたいようにやればいいし、別にこれで上手い下手とかも別にないので、そもそもこれちょっとこうあの 石屋さんとかで売ってる石の断面とかをちょっとイメージして作ったりしてたんですけど、はいはい、うん、そうですね、あの目の王とか、はい、目の王とかなんかああいう感じですね。普通に綺麗、はい、なんで結構こう後半になってくると通常のそのカメラが見えてるものっていうよりはもうどん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 こういう風にこう自分でこれ一体どうなって作られてるんだろうってできたら考えて遊んでもらえたらなぐらいのところもあるっていう。ただ別にそれ自体が理解できないと別に楽しめないわけじゃなくて、まあもちろん自然に感覚的に楽しんでもらえば、そうです、まあ単純にまああの嗜好品と同じですよね。ワインとかと一緒でどこさんとかどういう作り方かって知ってるともっと楽しいっていうのにすごく近いもんだと思いますね。まあいろいろあの隠された裏ネタ元ネタがあるって感じですね。はい、じゃあもうたくさん入れてますね。以前のインタビューでもいろいろ言いたいけど書けないこともあったんでいろんなネタがね、はい、はい、楽しみですね。はい、こんなとこですかね、はい、全部で。じゃあまあエデンオブスキラー今のところ、リリースの予定はいつっていうのはまだ決まってない、はいはい、なんで、まあ皆さんにはまだ違う機会であの触れる機会っていうのはこの前はビットサミットありましたけど、そうですね、はい、近々ある予定でしょうか。そうですね、またなんか展示の面白い話とかもちょっと進めてるんで、なるほど、またちょっと随時アナウンスさせていただいたら、はい、じゃあもう嬉しいなと思います。こんな感じでいろんなもう、まあ、バイオンさんのセンスによって生まれたいろんな見かけとか雰囲気とかが、はい、まあ、ステージになっていくってわけで、はい、まあ、ぜひとも、今回、できた以上に面白いステージを見てみたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。